観客の中には初めてナンバーアンダーライン愛を目にする人々も多く、その成果のクオリティや、ダンスの正確さに驚きを隠せませんでした。MC 中には、メンバーそれぞれが感謝の言葉を述べ、観客とのつながりを強調しました。ロッキンフェスティバル2024の暑さがピークに達した日、数万人の観客が一体となり、熱狂的な声援が響き渡る中、ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちは舞台に立っていました。 彼らのステージは、まるで時間が止まったかのように、観客全体を引き込んでいく力がありました。多くの人々が彼らの名前を知っているわけではありませんでしたが、その瞬間、彼らのパフォーマンスはすべての観客の心を捉えました。音楽フェスティバルという得意な環境の中で、彼らの成果とエネルギッシュなダンスが、観客を黙らせるほどのインパクトを与えたのです。普段は冷静であるはずの観客も、 彼らのパフォーマンスにに触れることで次第に熱を帯びていきました音楽が流れるとともに会場全体が一体感に包まれ観客同士が肩を組んでリズムに合わせて踊り出す場面も見られましたその時ナンバーアンダーライン愛が提示したのは単なる音楽の枠を超えた感情と感動の共有の瞬間でした特にゴートと呼ばれる楽曲が流れるとその場の熱気は最高潮に達しました 観客全員がこの楽曲に反応し、まるで事前にリハーサルをしていたかのように一斉に手を挙げ、歓声を上げました。これこそが、ナンバーアンダーライン愛が目指していた瞬間であり、彼らの音楽が生み出す力を象徴するものでした。ステージの上で繰り広げられるダンスと、観客の一体となった動きは、まるで映画のワンシーンのように、見るものすべてを虜にしてしまったのです。ナンバーアンダーライン愛のメンバーは、 ただ音楽を演奏するだけでなく、観客との対話を試みました。ステージの端まで足を運び、観客に手を差し伸べ、目を合わせることで、彼らのパフォーマンスはより一層特別なものとなりました。MC 中には、メンバーそれぞれが感謝の言葉を述べ、観客とのつながりを強調しました。このようなパフォーマンスは、ただ音楽を聴くだけでは得られない、ライブならではの体験を提供していました。 彼らのパフォーマンスに対する観客の反応は圧倒的でした。特に、成果であることが強調され、観客はその事実に驚き、彼らの技術の高さに感銘を受けました。口パクではなく、生の声がステージを支配し、その力強さが観客の心に深く響きました。これにより、ナンバーアンダーライン愛は他のアーティストとは一線を画す存在であることを証明し、そのパフォーマンスは後日、 さまざまなメディアで取り上げられることとなりました。ロッキンフェスティバルに参加した観客の中には、普段は音楽フェスティバルに足を運ばない人々も多くいました。しかし、そのような初見の観客ですら、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスに感動し、彼らの魅力に引き込まれていきました。観客の中には、その場で彼らのファンとなった人々も多く、ライブ終了後には、彼らの SNS アカウントが急増するなど、 その影響力の大きさがうかがえました。また、ナンバーアンダーライン愛のファン層も多様化していく兆しが見られました。これまでは若者を中心としたファン層が主でしたが、フェスティバルを通じて、より幅広い年齢層のファンを獲得することに成功しました。特に、男性ファンの増加が顕著であり、彼らの音楽がジェンダーや年齢を超えて支持される存在であることを示しています。ナンバーアンダーライン愛のメンバーにとっても、 このフェスティバルでの成功は非常に大きな意味を持っていました。彼ら自身が語るように、このパフォーマンスは単なる一つのステージではなく、彼らが新たな一歩を踏み出すための重要な瞬間であったのです。観客の反応や、その後のメディアの報道を通じて、彼らは自分たちが正しい方向に進んでいることを確信し、今後の活動への自信を深めました。このようにして、ナンバーアンダーラインイのパフォーマンスは、 単なる音楽イベントを超えた、観客とアーティストとの間に生まれた特別な瞬間として、多くの人々の記憶に刻まれることとなったのです。この成功をきっかけに、彼らはさらなる飛躍を目指し、新たな挑戦へと進んでいくことでしょう。彼らの未来には、まだ多くの可能性が広がっており、その旅路を見守るファンの期待もますます高まっています。観客は、フェスティバルが終わった後も、 彼らのパフォーマンスを思い返し、その瞬間に戻りたいという気持ちを抱き続けました。そして、その思いが彼らを次のライブへと借り立て、さらなる熱狂と感動が生まれるのです。ナンバーアンダーライン愛は、その名の通り、一つの新しい時代を切り開く存在となり、音楽シーンにおいて欠かせない存在となっていくことでしょう。未来に向けて、彼らの音楽がどのように進化し、どのような影響を与えていくのか、 それはままだ誰にも分かりませんしかし、一つだけ確かなことは、彼らの旅はまだ始まったばかりであり、その道のりには数多くの感動と驚きが待っているということです。そして、私たち観客は、その旅の一部となり、共にその瞬間を共有していくのです。このフェスティバルでの成功が示すように、音楽は言葉を超えた感情の共有であり、その力を通じて、私たちは一つになることができるのです。 彼らの音楽がもたらす影響は、単にリスナーに感動を与えるだけにとどまりません。社会全体にも深い影響を与えました。ナンバーアンダーライン I の音楽が持つメッセージは、多くの人々に新しい視点を提供し、現代社会の問題に対する意識を高める役割を果たしました。彼らが歌う歌詞の中には、社会的な不公正や環境問題、個人の葛藤や希望といったテーマが込められており、 それが多くのの人々に響いたのですこのような社会的メッセージを持つ音楽は、単なる娯楽の枠を超えて、人々の行動や考え方に変革を促す力を持っています。彼らの音楽に影響を受けたファンたちは、自らの生活の中で何かを変えようと動き出し、その動きがやがて大きな社会的変革へとつながっていきました。音楽がこのようにして人々の意識を変える力を持つことを証明したのは、 ナンバーアンダーライン愛がその代表的な存在であったといえるでしょう。さらに、彼らの音楽は教育の現場でも取り上げられるようになりました。学校や大学では、彼らの歌詞を教材として使用し、社会問題や哲学的な問いについて議論する授業が行われるようになりました。これにより、若い世代が彼らの音楽を通じて深い学びを得る機会が増え、音楽が教育の一環としての役割を果たすようになったのです。 また、ナンバーアンダーライン愛の音楽活動は、他のアーティストや音楽業界全体にも影響を与えました。彼らの成功を目の当たりにした多くのアーティストが、より本格的で真摯な音楽制作に取り組むようになり、音楽業界全体の質が向上しました。特にライブパフォーマンスの重要性が再認識され、アーティストたちはより一層の努力を重ねて、成果でのパフォーマンスを追求するようになりました。 彼らの成功が示すように、音楽は国境を越え、言語や文化の壁を乗り越えて、人々をつなぐ力を持っています。ナンバーアンダーライン愛は、その力を最大限に活用し、国内外のファンと強いつながりを築くことに成功しました。彼らの音楽が持つ普遍的なメッセージは、世界中のリスナーに共感を呼び起こし、彼らを一つにする力となったのです。このように、 ナンバーアンダーライン愛の音楽は単なる音楽作品ではなく、彼らの哲学や価値観、そして人々に対する愛情が詰まったものであり、それが多くの人々に影響を与え続けています。彼らがこれまでに達成した偉業は、音楽の力を信じ続けた結果であり、これからも彼らはその信念を持ち続けて、新たな挑戦を続けていくことでしょう。未来に向けた彼らのビジョンは、 さささらに大きなスケールで展開れれることが期待されています音楽だけでなく、映画や舞台、さらには社会的なプロジェクトにも取り組むことで、彼らの影響力はさらに広がっていくでしょう。彼らがどのような形で次の一歩を踏み出すのか、その動向に注目が集まるのは間違いありません。しかし、彼らがどれほど成功を収めようとも、その根底にあるのは音楽に対する純粋な愛情と情熱です。 彼らは音楽を通じて人々に感動を与え、人生に寄り添う存在であり続けたいと願っています。そのために、彼らは常に新しい音楽を作り出し、リスナーに届けることを使命としています。彼らの旅は目からも続いていきます。ナンバーアンダーライン愛の音楽は、過去の成功にとらわれることなく、未来に向けて進化し続けることでしょう。そして、その音楽が新しい世代に受け継がれ、 未来のアーティストたちに影響をを与え続けることを信じています彼らが切り開く未来は彼ら自身の手で描かれるものでありその未来には無限の可能性が広がっているのです。これからも私たちは彼らの音楽を通じて新しい発見や感動を得ることができるでしょう。そしてその音楽が私たちの人生を豊かにし困難な時に希望を与えてくれる存在であり続けることを期待しています。 ナンバーアンダーライン愛の音楽は、時を超えて私たちの心に響き続けることでしょう。そして、その音楽が私たちの未来にどのような影響を与えるのか、それを見守ることができるのは、非常に幸せなことです。